こんにちは、ゆうがです。今回はですね、こちらのうちのベタナリヘビちゃんをね、紹介していきたいと思います。いつもこんな感じで一番前の端っこでリラックスしてますね。ヘビって開放的なところにいると危ないので、こういう感じでちょっと体が密着してると落ち着くんですけど、密着してるから落ち着くのかなと思って、この水入れと石をね、いろんな位置にね、後ろの方とかに置いてみたりしたんですけど、全然ね、そこに行かなかったんですね。で、いろんな位置を試して、最終的にまたこの位置に戻したんですけど、いや、飼い主としてはこの一番前に来てくれるってすごい嬉しいですよね。この一番前のポジションとこの石がね、かなり気に入ったみたいで、どんなにね、ハンドリングしたり動かしたりとかしても、最終的に必ずこんな感じでね、一番前に戻ってきます。めっちゃ可愛いですよね。はい、じゃあちょっとね、早速ハンドリングしていきたいと思います。この子は動くときはね、かなり動き回ってるんですけど、基本的にこんな感じでリラックスしてるのが好きなので、この体勢をね、崩さないように、こんな感じで丁寧にハンドリングしてあげると、はい、こういう感じで落ち着いたまま手の上に乗ってくれますね。はい、こんなね、凶悪な顔してるのにめちゃめちゃね、おとなしいっていう、そしてね、ベタ慣れっていう、すごいいいですよね。はい、こんな感じですね。ツイッターね、見てくださってる方はわかるかもしれないんですけど、もうこの子は本当にこっちがね、ずっとおとなしくしてればもう永遠にいるんじゃないかっていうぐらい、もうずっと手の上にいるので、もうそれぐらいおとなしいですね。もう30分どころじゃないですね、1時間経ってもこのままだったりしますね。最初ね、お迎えしたばっかりの時は、ちょっと警戒心があって、手からこう、スルスル、シマヘビみたいにね、こう、逃げていっちゃうこともあったんですけど、今はもうないですね。はい、100% おとなしいです。慣れるのめちゃめちゃ早いなと思います。大体1ヶ月しないぐらいで結構こんな感じでね、ベタ慣れになったかなっていう感じですね。はい。餌食いもね、めちゃめちゃいいので、何でも食べてくれますね。うずらでもマウスでも。はい。なんでめちゃめちゃ飼育しやすい子ですね。はい。こんな体勢でも、めちゃめちゃ、おとなしくしてたりしますね。はい。究極のリラックスじゃないですか、これ。すごくないですか、これ。めちゃめちゃおとなしいんですよ。これちょっと舌出してもらいたくて今動かしてるんですけど、生きてますよ、これ。死んでるわけじゃないんですけど、めちゃめちゃおとなしくないですか。こんな感じでもう究極のリラックスですね。はい、触っても別に逃げたりびっくりしたりすることは特にないですね。こんな感じでずっとおとなしいです。これもほっといたら多分1時間でも2時間でもこのままですね。はい、だいたい僕が根負けしてケージに戻します。はい、今舌出しましたね。こんな感じで一応生きてますんでね。でもめちゃめちゃこんな感じで落ち着いてくれます。はい、じゃあちょっとね、ケージに戻したいので、表向きにしていきたいと思います。ほい。元に戻りましたね。はい、顔が出てきましたね。はい。めっちゃ可愛いですね。すごい落ち着いてますよね。はい、じゃあね、ちょっとケージに戻していきたいと思います。もう手の上でもすごいリラックス体勢ですよね。はい、戻す時もこの体勢を崩さないようにゆっくりこう、この体勢のまま置いてあげます。はい、こんな感じですね。いつもの場所、いつもの体勢っぽくなりましたね。いつもこんな感じでね、石の上に頭を乗っけて、ちょっとなんか様子を見ながらリラックスしてるか、さっきみたいにこう隙間で寝転がってるかな、どっちかですね。はい、ということで、またね、この子の動画上げていきますので、よかったらチャンネル登録、高評価して、また見に来ていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。